アメリカ携帯ならアメスマ。皆さんこんにちは、アメスマチャンネルの千尋です。今日はですね、アメリカ注目企業 ACK 第4弾をお届けしたいなと思います。今日ご紹介したい企業は、スマイルダイレクトクラブ。こちら皆さん聞いたことありますでしょうか。まずですね、スマイルダイレクトクラブってどんな会社かというところについてご説明をしていきたいと思います。メインのビジネスは、歯科の、矯正器具の製造と販売、それに伴う関連サービスを提供している企業になっています。で、もともとですね、この歯科矯正っていうのは歯医者さん、歯科医の専門領域だったんですけれども、この、専門領域だった歯科矯正というものを個人が手軽に自宅でできるようになったというところが、このスマイルダイレクトクラブの画期的なところでありまして、で今までであればその歯医者に通って1年とか2年かけて矯正するっていうのが一般的だったんですけれども、このスマイルダイレクトクラブのサービスであれば5ヶ月から10ヶ月ぐらいで矯正ができると、非常に新しいビジネスを提供している、そういう会社になっています。で、創業はですね、2019年にはですね、アメリカのナスダックで、上場も果たして、今、勢いのある会社というふうになっております。売上規模ですけれども、7.5 億ドル。大体約800億円の売上が、2019年にはありました。で、本社はですね、テネシー州のナッシュビルにあります。従業員数は、6300人で、創業エピソードなんですけれども、もともとですね、創業者が、2人いまして、幼馴染で、アレックス・フェンケルさんという方と、あと、ジョーダン・カッツマンさんという、この2人の、方が、創業された会社になっていて、もともとこのアレックスさんがですね、幼少期に金属のこの矯正器具を、つけて過ごしていて、ちっちゃい頃の生活の中で、あまり快適じゃなかったという記憶があって、歯科矯正というこの体験をですね、もっと快適に矯正できたらいいのにという思いから、スマイルダイレクトクラブが作られたというふうに言われています。で、続いてですね、どういうところがじゃあ画期的なのかっていうところについてご紹介していきたいと思います。まず一つ目はですね、このサービスの手軽さっていうのがこのスマイルダイレクトクラブの特徴です。スマイルダイレクトクラブどうやって使うかというところを説明していきますと、まずファーストステップとしてはですね、このスマイルダイレクトクラブが運営するスマイルショップっていうところが、大手の薬局チェーンの CVS の中だったりとか、提携している歯科ショップみたいなところがあってですね、そこに行って、スキャンをしてもらう。で、もう一つは、自宅にですね、矯正のために必要な歯型を取る、キットっていうのを送ってもらって、そこで自分で歯型を取るというのがもう一つのやり方になります。なので一番最初は、スマイルショップに自分で足を運んで、スキャンしてもらうか、自宅にキットを届けてもらって自分で歯型を取るというのが、まず最初のステップになります。その取った歯型であったりとかスキャンしたデータっていうのを元にスマイルダイレクトクラブの方で歯科の矯正をじゃあどのようにしていくかとかですね、どれぐらいどの期間で効いていくのかっていうのを、デザインをしていくんですね。で、大体2、3ヶ月ぐらいで、そのデザインが終わって、歯科の矯正の器具とホワイトニングの液も一緒に送ってくれて、そのセットが送られてきたら、それを、つけて矯正を行っていきます。で、大体使用し始めてから、半年から1年ぐらいで終わるというふうに言われてまして、従来やはり、歯医者さんに通院して、しかも1、2年ぐらいかかっていたようなプロセスが、スマイルダイレクトクラブであれば、通院することなく、かつ半年から1年ぐらい、矯正を行うことができるというのが、大きな、違いになってきます。で、やっぱり歯医者さんに通うのって、アポイントメントを取ったりとか、その歯医者さんに実際に行かなくちゃいけなかったりとか、あと歯医者さんに行くこと自体、やっぱり、あんまりその快適な経験ではないという方が多いと思うんですけれども、やっぱりそういったその手間とか、煩わしさから解放されるというのは、一つ大きな違いなのかなと思います。他にどういう違いがあるか。一つ大きな、競争優位性と言われているところで、というのが、価格競争力ですね。従来ですね、歯医者さんに通って歯科矯正をする場合にですね、アメリカだと5000ドルから1万ドルぐらい、日本でも数十万から高いところだと100万円ぐらい、スマイルダイレクトクラブはこの矯正の一つのスパンっていうのを約2000ドルぐらいで提供しています。なので、今までですね、歯医者さんに行って歯医者さんが歯型を作って歯医者さんが時間をかけてチェックとかをしていたので、そこの歯医者さんのコストっていうのがかかってたんですけれども、このスマイルダイレクトクラブは歯医者さんに通うことなく、そういうデジタルデータだったりとか、あとは直接お客さんにサービスを届けると
いうことに、まあ、成功していて、コストが安くなっていると。言ってみれば、その、間に入る歯医者さんのコスト分がなくなって、直接お客さんに届くので、コストが安くなるという、そういう構造になっています。で、場合によってはですね、なんか保険も適用されるケースがあってですね、多分保険によっては多分1000ドル以下とかで、その歯の矯正ができてしまうというところで、コストの面で言うと大きく違いが出るところかなというふうに思います。もう一つ大きな特徴で、プロモーションをですね、このスマイルダイレクトクラブは積極的に行ってまして、とにかくまあ莫大なコストをかけてます。まあ2019年に上場したわけですけれども、その2019年にスマイルダイレクトクラブがプロモーションでかけたコストというのが、約 4.8 億ドルということで、だいたい500億円ぐらいですね。2019年のスマイルダイレクトクラブの売上っていうのが、まあ約800億円ということだったので、もうその売上の半分以上を今マーケティング費用に投下していると。そういう状態です。で、特に、Facebook とか Twitter とか、SNS でプロモーションを行っている。まあ、アメリカで生活している方であればですね、結構その、スマイルダイレクトクラブっていう、まあ、言葉だったりとか、画像とかっていうのを見たことある方っていうのも多いんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、ここまで来ると、その、まあ、コストの面で非常にお得だったりとか、まあ、実際に安く矯正できる。っていうところで言うと非常に魅力的なサービスに聞こえるんですけれども懸念点ないのかっていうところで思われる方がいらっしゃると思います。実際にその本当にきちんと矯正できるのか、こちらに関してはですね、私の友人がですね、まあ、歯科技工所の、ビジネスに携わっている方がいて、まあ、その方にちょっとインタビューして聞いてみました。で、やっぱりそのテクノロジーの進歩によってオーラルスキャンとか歯科技工物を作るプロセスっていうのがどんどん機械化されてるっていうところはあるものの、やっぱりその歯医者さんが個別に対応するのと素人個人が自分でやるのっていうので言うと、やっぱり精度の面でいくとまだまだやっぱ歯医者さんの方が高いというのがまあ実情だということのようです。一方でじゃあ、まあ歯医者さんが歯科の矯正を行う場合、これでもやっぱ個人差が結構あるということで、まあ、歯のその並び方だったりとか、あとはその歯が矯正するにあたってどれぐらい治るかっていうのは、施術前にこういうふうにできますよっていうその定義をするのは結構難しいということのようなんですね。で、それであれば、歯医者さんでも確実にじゃあ通院される方の悩みっていうのは解消されるかっていうと、まあそういうわけではないという実情もあると思いますんで、安くても矯正ができるっていう、そういう選択肢が増えたっていうところが、やっぱりユーザーさんにとってはメリットだし、こういうサービスが出てきた背景なんじゃないかというふうなお話をされてました。で、あともう一つ多分、消費者の方が不安に思うところとしては、まあ実際に自分でその矯正ができるかどうか、っていうところだと思うんですよね。最初の歯型を取るっていうプロセス、そこが多分難しさを感じるところだと思うんですけど、まあ、そういう意味で言うとやっぱスマイルダイレクトクラブはそういう CVS とか、まあ、大手のところで店舗を出してて、そのオーラルスキャンとかも結構多分高い金額のものを入れて、サポートする人員とかもそこにいる状態ということなんで、そういうサポートしてくれる体制があるっていうのは非常にスマイルダイレクトクラブの強みなのかなというふうに思います。あとはですね、この歯科矯正がお客さん一人でできてしまうということになると、歯医者さんに行く必要が減ると。まあ、歯科矯正の部分に関してはですけれども、で、ここがやっぱりその歯医者さんにとっては一つそのビジネスが、奪われてしまう可能性があると。いうところで、結構その歯科業界とか歯科協会ですね、まあそういう権威あるそういうところからは、まあ反発批判の声というのも結構あるっていうのがまあ現状になってます。で、まあこれはもうIT 系の企業というか IT を駆使してなんか既存の業界を変えようとするとですね、既存でもうすでに成立してる会社とか団体からまあ抵抗があるっていうのもどこでもある現象かなと思ってて、まあ例えば Uber とかなんかで言うと、まあ Uber が入ってくるときにまあタクシー業界とか。そういう今まで利権を持ってた人たちっていうのが、まあ、反発するっていうのは結構、まあ、本当にどこの業界でもあることなんで、まあ、歯科業界っていうのも今後 IT が入っていく中でそういう反発なんかも、起きながら、まあ、着地点を探していくというのがですね、まあ、この2020年代で起こっていくことなんじゃないかなというふうに個人的には思います。最後に、まあ、結論ですけれども、スマイルダイレクトクラブっていうのは、歯科業界に、まあ、デジタル化を、まあ、もたらすそういうまあ存在であって、まあ、今後のその2020年の歯科業界をまあ代表する一つの企業になる可能性があるというふうに個人的には思います。
ということで、今回はですね、スマイルダイレクトクラブに関してご紹介をしていきました。いいねとか、あとはチャンネル登録なんかもしていただけると嬉しいなというふうに思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。アメリカ携帯なら、アメスマ。バイバーイ。